その勝とうということはね、あの知恵がないと勝てん、うんうん、人間の心臓とかね、何かにはそう違えへんだで、うん、勝つにはあのどうやったら勝つかということ、うんうん、わしは県大会代表で行くわね、また優勝旗を持ってくると、ね、あの校長が一番喜ぶじゃん、うん、ね、あと聞いたら悪いことしても取っちゃうじゃん。そうだね、うん、また要領だって、うん、私は未だ覚えた時に小学校 1年生の時にね、あの部落部落で利益があるわけね、うん、1年生から6年生までね、うん、赤い棒を持って走って渡れてね、ほ、うんで、うん、わしの前のやつが遅かったもん、うんうん、もう持たんで走っちゃった。いや、1年生だもん。うん、あ、これ、ほんと先生が途中から渡してくれて、これで取っちゃった。いまだ覚えとる、うん。あんまり遅いもんね。うん。柔道でもね、うん。剣道、柔道、うん、でも、感覚が違う。ずる賢いの。